そういう柄のペロペロキャンディありそう。確かにありそう。三つ編み、編み編み、生地はあったかいくはない。しっかりなんか硬い。あったかい。あったかい。みんなは今日何してたんですか？最後の追い込みですか。なんか嫌なんだよな、これ。明るいと顔がキモいんですよ。白くなくなりました。明るさを調整したら。画面を明るくしたら。肌がすごい白くなった。あ、そう、生誕日で届いたの。いい色味じゃね。いい色味なんだがね。素柄もこれグレーに見える。見えてなかった。よくね。なんかすがる、これブラウンになると思ってたら全然グレーだったんだが、まあ可愛いからよしとしよう。裏も可愛いし。イメージとは
想像うまくいかないんですよ。いい感じ、とりあえず。いいねえ、この T シャツ。いい感じじゃないこれ。どう？みんなどう？いい感じだね。雑。トートバッグは使ってあっちにある。ね、生誕祭いつなんですかね。マジ想像つかない。柄も苦手だと思う。2月っぽそう。まだ舞台の稽古はまだで、舞台やるの もういっぱい稽古です。稽古だらけです。うん、受ければカホリンとのやつ見たい、見に来てください。マジ初めてだからちょっと分からん。もうほぼ舞台って感じ。そう、まだ稽古は始まってません。緊張してる、ほんと。ほんと緊張しております。楽しみはないです。めっちゃ失礼、それはあれ失礼なんですけど、なんか楽しみっていうよりもまだやっぱ緊張の方が強いから、まだ楽しいっていけるほどのあれもしてないから、楽しむほどの余裕がまだないです。そう、初めて。台本は読んでます。でもまだ全然何もやってないから
全然楽しむほどのあれがないです。余裕はありません。まあ、そのうちね慣れて楽しめるようになったらいいなとは思います。あと演技向いてないし菅原演技向いてないのに演技の仕事が来たのでちょっと大丈夫かなって感じですね。大丈夫かなって感じですね。本当にマジ一生演技の仕事しないと思ってたからびっくりした。でも前回やった演技とまた舞台って別じゃないですか。演技のお仕事でもだからそれは楽しみです。そう49の舞台も出てないです。何も舞台出たことないです。が新境地って感じ。本当にそこで演技の楽しさを学ぶかもなかなったあるかもしれない。でもなんかその前回やった時は全然本当に時間とかがなくてなんか本当にその日に会ってその日に撮影みたいなだったから多分基本そうだと思うんですけどその時に他の一緒にやる人と顔合わせしたんですよ。その時前映画出た時は。でも今回はちゃんと準備期間があって指導してくださる方がいるからそれはすごい心強いから今回はそういう意味ではまた演技に対してのあれが変わる。そういい勉強になるんです。ね、楽しめるといいですね。でも本当にマジで一生来ないと思ってた本当に一生来ないと思ってたからびっくりしてる。普通にびっくりしてるけど大丈夫だと信じます。なんか演技の仕事がしたいっていうよりはなんか向いてないから別に菅原じゃなくてもいいなって感じって思ってたんですよ。やりたくないっていうよりは向いてないし自分じゃなくてもいいだろうなっていうあれがあったから。でもここからもっと演技の仕事がしたいってなるかもしれない。だからその演技の仕事をしてなんかまだその稽古とかを楽しむとかはないけどなんか違う自分になるのがっていう意味ではすごい楽しみ。どんな自分になっていくんだろうっていう楽しみはめちゃくちゃある。っていうのはめちゃくちゃある。そう原作の漫画も読んだけどやってみたら変わるじゃないですか。その演技の楽しさはまだ分かってないけど
その自分のあれが変わ、気持ちとかが変わるのがめっちゃ楽しみ。漫画の中に入るって考え、でも逆に菅原は原作が好きな人からして自分が演じる役がちゃんとそれにはまらなかったらそれがすごい一番嫌だから。不安がやっぱ大きいですね。そういう意味だとやっぱ楽しむっていうよりは不安の方が大きいなって感じ。だってきっと、まあ、舞台好きな人も見に来ると思うし、もちろん好きなファンの方もいると思うし、でもやっぱり原作っていうものがあるから、そう原作をちゃんとできるかなって、先入観なく見たいから原作見ないでいくわ。まあそれもありだと思います。でもそれはもう皆さんの純粋に舞台を楽しむと思うんだったら原作を見たことない人は、まあ、見ない方が、そのなんだろう、漫画の自分役と菅原の役がなんだろう一致しない。例えば原作見て星野千子っていう役を知って、菅原が演じてる星野千子を見て、あ、少しでも違うなって思ったらきっとその舞台は楽しめないと思うし、見比べたいって思うんだったら全然原作読んでも、でも終わった後に原作読んでみるのもありだと思います。でも全然原作も面白かったんで全然見てください。わかんない本当に。そうねダブルキャストだし2人とも違うし、加穂と菅原で、そうでも楽しみ方は人それぞれなんで皆さんの好きなようにしてください。全部で5巻出てます。そう原作は漫画です。だからちゃんと星野千子になれるように頑張ります。だからちょっと髪色もね暗くしたし、金髪すぎたから。マイアのチエコがチーコな。チエコがウケる。すまん。でもなんかラジオのお話なので。ラジオ好きな人とかは特に見ていただけたら、もしかしたらここに役者の卵がいるかもしれん。ここに役者の卵がいるかもしれません。とりあえず頑張ります本当に。
たずら緊張してるけど、緊張しかない。でも本当になんかマネージャーさんに聞いた時に、なんか菅原さんの星野ちいこが見たいですって言ってくれたのがすごい嬉しかったので頑張りたいと思います。頑張ります、楽しみます。まだ楽しむまでは言ってないけど期待しています。ありがとうございます、本当頑張ります。まだ顔合わせとかもしてないんで、それもまた緊張する。ちゃんとなんかうまくなじめるのかなって感じです。やばい、マジ演技派女優来ちゃうかも。マジこういう気持ちで行こうこういう気持ちで頑張らないと。めいちゃんは人見知りなんです。まあ、みんなが見に来てくれると信じて。女優っぽいサングラスしていこうぜ。しなきゃ。頑張らないと。でも今ほら星野ちいこみたいな髪型してる。もう日程出たんですか？菅原の出るあれ。あ、日程出てますか。あ、ガールはハゲくんガングフ。ガールは、うん、詳しくは出てない。なんか不安になるわ。時間もバッチリ。3回です。3回です。初日とカホの、カホと1回1回で交換します。そう、木曜日の、木曜日と土曜日の昼と日曜日の夜。菅原の千秋楽は日曜日の夜です。菅原はカホよりも1日少ないんです。なのでその3回に全力を注ぎます。
休み勝ち取ってくる。そう、下北なんです。でもほんともうそろそろで稽古も顔合わせも始まるので、どれぐらいなんだろう、ちょっとわかんないです。どれぐらいなんだろう、目が痛いんです。なんなんだろう、目がピクピクするんです。たまにありません？目がピクピクする。あるよね。コンタクトしてないです。スマホの見すぎかもしれません。そう、さっきからウィンクしてるわけじゃないんです。なんだっけ、ハムレット、ハムレットのあれですよね、確か。シカ殺しさんの劇団、シカ殺しさん、そう、そう。でもなんか裏話ってわけでもないんですけど、まあ裏話か、なんかすがらツイッターでなんでこの人にフォローされたんだろうって思ってなんもね、この舞台やるっていう時、知らない時になんかその劇団シカ殺しさんのツイッターにフォローされてて、なんでこの人にフォローこの方にフォローされてるんだろうって思って、なんでって思って、なんか会ったこともないはずだしと思って、でフォロワー見て、あーで見て、あ、ハムレットのメンバーだと思って、あーでも舞台ないしと思って、でもワンチャン、これワンチャン舞台あるなと思って、すがらすがら、これワンチャン、ワンチャン舞台あるなって思って、そう、これね、これもしかして来るんかなって思ってたんですよ。でそしたら来て、なるほどってなったもう完全な、もう名探偵菅原舞が出てましたね。でもちなみに菅原フォローしてなかった気がします。しろよしろよ、後でしたいと思います。
今してんのかな、サワラ。してなかった気がする。っていうのがありました。菅原見つかった。菅原ってそういうところあるんですよ。今来たんだけど何の話？舞台の話です。レナさんには報告してなくて、しようと思って聞こうと思って忘れて LINE してません。でもこの前ルンさんに会ったから、どうやって覚えてるんですかって聞いたから参考にしようって思いました。でもさ、なんかビジュアル撮影もあるんですけどね、それのためにこの前髪めっちゃ金髪だったからね、染めてもらったんですけど、もう抜けてきちゃって、ここの色が、そう、真ん中の部分がもう色が抜けてきて、もうちょっと暗く染めた方が良かったかなって思いました。そう、こうやって下ろしたらね、普通だから大丈夫なんですけど、その髪色的にも。いや、黒のキャラクターじゃないんで、茶髪なんで。そう、下ろしたら別にちょうどいいんですけど、下ろしてない時を見るともうちょっと濃く入れとけば、ここだけもうちょっと濃く入れとけばよかったなって思いました。分ける時のことを考えたら、でももう前髪伸ばしてたけど、前髪も切ろうかなって思い始めてきた。めっちゃ伸びた、本当に。舞台終わったらぶっ飛んだ髪色しような、それな、ぶっ飛んだ髪色しよう。やりたかった髪色ではないので、やりたかったっていうか、しようと思ってた、本来しようと思ってた髪色では実際ないから、終わったらぶっ飛んだ髪色にしたいと思います。そう、ピンク系したかったんですよね。ピンクとか紫。そう、魚肉ソーセージ、かわいい魚肉ソーセージみたい。
つぼ押し。つぼ押し。つぼ押し。マジてかさ、このニット可愛いじゃないですか。可愛いんですけど、なんか買って、これ通販で買ったんですけど、あゆかもこれ持ってた。あゆかは違う色だったけど、ね、おでこに跡がついちゃった。むくんでますね、菅原の顔。あゆかとお揃いだった。これリップの色であれです、後です。そう、偶然偶然あゆかが持ってて、お、あゆかそれって、菅原もその服頼んだんだって。向こうどんな色忘れちゃった。でも菅原とは違かった気がする。そう、みんなでタコパしたの。なんで知ってるの？そう、ドラニで。なんで一人で寝たことも知ってるの？あゆかのブログ？あゆか全部書きやがったな。菅原のお家で、アーリーちゃんもストーリーあげてた。アーリーちゃんも全部書き上がったな。そうなんです、最近ドラに会をして、同期会を2日連続でして、みんなでタコパしたんですよ、家で。菅原ん家で、マジでたこ焼きの匂いが取れん。マジ割とクサってなります。絶対もうこれは天井に染み付いてるんだろうなって思いました。そうで、次の日にアリちゃん家泊まって、そのままゼロポジに行きました。めっちゃ楽しかった。でもなんかロケめっちゃ早い時間に集合だったんですよ。集合だったのにかかわらず、みんなで名古屋ドーム見てて。名古屋ドーム見てて、マジ寝なくちゃいけないのに、みんなでなんか名古屋ドームのライブ見て、バカじゃないのかな自分たちって思いました。でその日も朝早くて終わんの遅かったのに、本当にアホじゃん自分たちってなりました。シンプルに。そう、菅原は一人じゃないと寝れないんです。でその日にね、みんなでめっちゃなんかそのブログの書き方をね教えてもらったんですよ、菅原。で書き方教えてもらったのに、なのに、あ、そう、今年ゼロポジ出れないの書き、今年分じゃなく、今年分は出れないんですけど、今年分は出れないんですけど、今回撮ってきたのは来年分なんで、そう、来年分っていうことで撮ってきました。でそうブログ書いてたら全部消えて、はっと思って、はっと、そう、はっどういうことかな、ほんとどういうことと思って、せっかく書いて写真も上げて更新をしたのに、は、全然消えてんだけどみたいなってなって、
でも本当にそのログインするのにもうめっちゃ大変なんですよ。2回もログインしなくちゃいけなくて、その1回目でまずちゃんとログインができなくて、何回かやってようやくログインできて、なんかもう書かんって決めた。もう公式ブログは絶対に書かんって。だからもう本当にアメブロしか勝たんって思いました。だから今年はあと1回アメブロに書きたいと思います。難易度が上がりすぎて、もう公式では上げんって。年内にはアメブロ書けますよ。みんなだから、みんなアメブロで待っててね。こんなアイドルだけど待っててね。公式じゃないけどみんなアメブロでよろしくね。ごめんね。ごめんね、みんな。公式じゃないけどごめんね。公式書かない系のアイドルだけど、アメブロにしてね。アメブロで待っててね、みんな。公式書かない系アイドルだから、どういう種類のアイドル。もう書かないの決定なのか。そうです、もう公式書かない系アイドルとしてこれからやっていくんで、私はアメブロしか書かない系アイドルとして。もしかしたらあの公式ブログも、まあ前みたいになったらもしかしたら書くかもしれないけど、今のところは公式ブログでは書く予定はありませんね。いやともう機械音痴には難しかったですね、あちらの公式ブログのあれは。もう給料を減らされたらもう終わりますね。そうなんです、公式使えない系アイドルなんで。で今までが多分簡単すぎたっていうのもあるんですけど、で今まで超簡単だったんですよ、公式ブログの書き方が。もうメールで飛ばしたら上がってたんですよ。そう、めっちゃ楽だったんですよ。そう、めっちゃ楽じゃない。動画は別に撮られることないんですが、あら使わない、基本動画撮らないんで大丈夫です。写真とか絵文字もアメブロでもだって動画上がるし、絵文字使えるし、ゆきゆきも書き上げて消えて泣いてたんだ一緒ですね、ゆきゆき。でも公式よりもツイッターとかで宣伝できる人なんとか言わないって思う。まあでもツイッターでも書ける文字のあれが違いますよね。とりあえずこれからはアメブロ公式書けない系アイドルで頑張らせていただきたいなと思います。ウキウキと一緒ならしゃあないか。そうなんです、ウキウキがそうだから
とりあえず今年は頑張ってアメブロ書くんで待っててください。一回あげるんで待っててください。なんであげたら皆さんコメントしてください。一回はあげとくんで、一回はあげとくんで、一回は必ずあげるんで、一回は。うん、そう、一回は頑張るからみんなも一回頑張ってください。頑張ってください、一回。7D2 対8機の対決に関して書いてほしい。そんな何も書くことないですよ。何も書くことない。みんな。何も書くことない。お互い頑張ろうって感じです。そう、放送を楽しみにって感じ。そう、みんな頑張ろうっていう気持ちなんで、そんななんかない。そんなない。そう、どっちも出れたらいいなって感じなんですが、本音を言うと。まあでもね、テレビってそういうもんだから。内部事情話しちゃう系アイドル。やりたい気持ちはね、どっちもあるし、やりたい気持ちはね、8期も 7D2 も変わらないんで、まあでもその機会を作っていただけるのはね、ほんとゼロポジさんには感謝しかないのでね。どっちもできたらいいのに、2回公演したらいいのに。2回公演したらいいのに。まあでもさらにこの前、まあもう収録してきたんですけど、まあでもすごい、まあでもそれがあってさらになんか絆とかは深まったんではないかなと思います。さあ、どちらかゼップに立てるのか楽しみにしててください。まあ、立てなくても立ててもまた頑張ればいい話なので、勝てなくてもまだ結果は出てないけど、勝っても勝てなくても別に頑張ることには変わりないので。
みんなね。ラケのポイントはなすなかさんがマジおもろかったわ。本当なすなかさんは本当に面白い。なんであんなおもろいんだろう。ねえ、本当おもろいよね。いつも思う。なんでこんなに面白いんだろうって。本当に面白すぎる。で、12月も最後の最後までやることがいっぱいだな。明日は公演だし、明後日は名古屋大感謝祭だし、その次の日はアットジャムだし、28日は公演だしその他の予定もあるし、楽しみですね。とっても楽しみですね。元旦からはドライブ始まるし、ちなみに私は全くできません。先に言っておきます。私は全くできません。皆さんにやれって言われるかもしれませんが、ごめんなさいが1月はできません。1月はできません。申し訳ないですが、申し訳ありませんが1月は無理ですね始まるっていうのにもう最低アイドル そう、ゲームとエスケートゲームがね始まるんです。ありがたいことに。申し訳ないです、やれないんです。1月はありがたいことにとても忙しくさせてもらって、ちょっとそんなゲームやってる暇が多分ないので申し訳ないです。ごめんなさい。なんでみんなゲームこいつやってないよって叩かないでください。こいつみんな頑張ってるのにやってないよって思わないでから叩かないでくださいできるっちゅう、やれるときはやるんですけど、そんなにやれない方が多いんで許してください。うん。
出てなかった、涙出てなかったですか、出てなかったですか、いつでも舞台行けるね。え、本当に泣いてるかと思って心配した。ありがとう。やっぱ。ありがとう。ありがとう。みんな先に今菅原の演技を知ったよね。こっからきっと上手になると思うんで、きっとここから上手になると思うんで、成長を楽しみにしててください。楽しみにしててください。こちらビフォーでございます。ありがとうございます。ごめんなさい、泣いてないです。すがら泣けないんで、水とかかけないと泣けないんで、みんな褒めてください。え、でもぶっちゃけどう思う？みんな的にはどう思う？菅原は演技向い、まあ一回やってるじゃん、それ見て多分まあ向いてないと思う人が大半多いと思うんだけど、どう思う？どう思う？どう思う？みんな的にはどう思う？どう思う？コメディの方が向いてるかな。見栄えはトップ女優。キークイで追い込まれて覚醒しそう。表情豊かなのは良すぎ。みんなからの言葉で涙が出そうだな。出ません、出ません。出ませんでした、出ませんでした。まだちょっと涙を流すっていう演技はまだでしたね。
でもなんかみんなの言葉聞いたらちょっと前よりは不安がなくなってきました。楽しみになってきました。今日ショールームしてよかったなって思いました。シンプルに本音で皆が前向きな言葉をくれて、なんだか頑張れそうでした。不安がちょっとずつなくなってきたような気がします。上ゲップ、ゲップっていうのかな、今ゲップか。ごめん、ゲップなのかな。なんか喉鳴るときってないですか。何なんだろう、なんか喉鳴るときないのかな。おっさん飼ってる。喉鳴る系アイドルです。お腹も良くなる系アイドルです。体の音鳴る系アイドルさせてもらってるんで、私いろんな感じのアイドルさせてもらってます。たくさんこういう系アイドルです。応援してくれる人いますか。ここにいっぱいいる。ここにいっぱいいる。画面越しだけど。いっぱいいる。ありがとうございます。じゃあ今度の配信でみんなからのセリフここに書いてもらってちょっと演技していこうかなって、ここで演技力を身につけていきたいなって、みんなと一緒に演技力学んでいきたいなってすごい思いましたね。いつかね、ここで演技していこうかなって思いますね。すみません、何個かこちらの方に萌え台詞系ですかねみたいな感じで書いてあるんですけど、そちらの方は一切受け付けてないので、皆さん菅原真也さんがちゃんと演技できるようなセリフをね、皆さん送ってくれたら嬉しいなってすごい思いましたね。
はい、ってことで、はい、注意事項はこちらですね。よろしくお願いします。まあ、逆にここに、まあ、萌えセリフ、まあ、言えるアイドルちゃんも他にはいると思うので、そういうの期待してる方が、はい、いるんでしたら、そういうのをアイドルに求めるんでしたら、やっぱ違う方をに行った方がよろしいかなって思いました。やっぱいらっしゃいますよ、いろんな感情を超えて、わかりました。じゃあいらっしゃいますよ、いらっしゃいますよ、いろんな感情を込めて、まあ、4種類いきたいと思います。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あと2個ですよね、あと2個、あと2個ですよね、あと2個ですよね、あと2個ですよね。いらっしゃいませ、1個ですよね、あと1個、あと1個。感情じゃない、これ言い方の問題ですか、私の。あー、もう演技向いてないですね、私演技向いてないですね。あ、怒る、いらっしゃいませとか、そういうことでしたね。業者出ちゃってましたね、すいません、業者出ちゃってましたね、私。あー、業者出ちゃってましたね、出ちゃってましたね、難しかったですね。バスガラムや女優への道、だいぶ長いですね、道のり険しいですね。まあでも長い険しい道のりを越えた先には何が待っているのか、私には分かりません。分からないけど、私は歩く。気に、マヤはあなたはとっても可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はいっぱいお話ししましたね。今日はなんかいろんなアイドルが、いろんなアイドルが出たんですけど、すごいなんか、まあぶっちゃけることが多かったんですけど、楽しかったです。楽しかったです。まあ、まあ決して勘違いされたくはないんですが、まあ、演技が したくないっていうよりは、まあ、自分がね、こう向いてないんじゃないかなって思って、まあ、別に菅原じゃなくてもいいかなっていう、すっごいすっごい大事なところで充電が 20% 超えました。 20% 超えて止まってしまいました。大事な時に、大事な時に、大事な時に来ちゃいました。来ちゃいましたね、今止まっちゃいましたね、締めのお言葉の最中に来ちゃいましたね。ですが、まあ、マネージャーさんとかも菅原のね、星野チークを見てみたいって言ってくださって、きっと菅原に、菅原では気づけなかった菅原の道をね、見つけてくださってるマネージャーさんがいるわけじゃないですか。やっぱそれはね、無駄にはしたくないので、無駄にはしたくないので、まあここでどうなるかは分からないんですが、
自分の変わる姿を楽しみに行きたいなと思います。不安はとてもやっぱ楽しいよりは不安の方がとても大きいんですが、まあみんなもね言ってたんですけど、まあ終わる頃にはね楽しいってなってるといいねっていう言葉をねたくさんもらってたので、自分がちゃんと楽しいって思えるようにいっぱいいっぱい稽古していっぱい教えてもらっていっぱい自分と向き合って頑張りたいなと思います。頑張りたいと思います。で、まあ、公式ブログも頑張ろうと思ったんですけど限界が見えてしまい、アメブロでしか頑張れない人間になってしまったんですが、そのアメブロも今年中に一回は書きたいなってすごい思いました。からのゼロポジ7期ドラに8期みんなが同期と頑張る姿を見て同期の絆を感じ取ってもらえればいいかなって思います。あとは同期会の話をしてすごい楽しかったです。みんなで久々にガチャガチャをしました。私はお揃いのよくわかんないリングのガチャガチャをしました。同期ですっごい楽しかったです。すっごい楽しかったです。同期っていいなって思いました。以上です。ありがとうございました。今日のショールームはこんな感じですかね。こういう感じでしたよね。こういう感じでした。皆さんご視聴ありがとうございました。またお話ししたいと思います。そろそろ明日の髪型を決める時間ですか。そして明日も公演でして、明日の公演は、まあ、ちなみに菅原中今の中の頭ですとね、あのまあストレートの予定なんですけど、ストレートの予定ですね。はい、ストレートの予定ですね。まあ皆さんからの、まあ、髪型も全然募集はしてみたいと思います。皆さんの全然髪型の、はい、募集はしますね。まあでも三つ編みはもうちょっとしちゃったんで、まあ何か分かりませんが、皆さんからのまあ募集はしても、まあでも高めのツインテールも先日させてもらったので、まあ最近した髪型はやりませんね。まあ明日はね願いもね復活するんで、楽しみに皆さんぜひ見ていただければなと思います。
皆さんぜひ DMM 見れる方はぜひ、劇場に来れる方は劇場で、来れない方は DMM でぜひ見てください。願いの復帰。それではまた次回の配信で会いましょう。ご視聴いただきありがとうございました。皆さん明日も一生懸命生きてください。一生懸命生きて、生きてください。お仕事、学校、その他もろもろ頑張ってください。おやすみなさい。バイバイ。